村人、三振率3割8分9厘、95打席37三振、もうすぐ4割バッターか。見るたびに上がってるような。アンチ息してるんかこれ。もはやこれは起用してる方が問題あるやろ。村上ファン心配停止してそう。ホームラン王最多三振規定最低打率の三冠王取ったランスの再来目指すにはホームランが足りひん。4割打者狙える。今日もマルチかよ、すげえな。三振を競う競技なら最強打者やん。どうせこっから調子上げてくるんだろうから、ホームラン王と三振王両取りしてほしいわ。日本のリーグ戦なんざやる気出ないってさ。いい加減に盗ませてやれよ。このままだと手遅れになるぞ。チラ見防止が安寧本間55の後から全然たんな。去年までヤクルト打線あんなに言ってたのに、日本シリーズで何があったんや。三振を積み重ねる新しい日本記録に挑戦してるからね。高津との真剣勝負よ。大谷って今でも叩くやついるのに、村登って大して叩かれんよな。打率なんぼやねん。去年の成績とか WBC とか一回忘れりゃいいのに。ご視聴ありがとうございました。